皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。7月にアップした黒猫、あと保護猫の黒猫ですね、チビって名前つけたんですけど、無事この度里親が見つかりました。私がまず引き取って、その後私の妻の友達の方が一時的にですね、引き取っていただいたんですけど、でその方が病院に連れてっていただいたりして、ワクチン打ったり注射打ったりしてもらって、でその間私探してたんですけども、私の知り合いでぜひ猫を飼いたいという方がいらっしゃいましたので、この後引き渡しに伺うと、そういう流れになっております。チビも結構大きくなりまして、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。少々お待ちください。すいません。はい、すいません。お願いします。はい、ちびちゃんでーす。ずいぶん大きくなりました。やんちゃです。はい、はい、はい、はい。はい、皆さん、ちびちゃんでーす。ということで、もうかなり、はい、昨夜も一緒に寝たんですけど、ほんと活発ですよね、この子は。でも、ほんと、優しい人に引き取っていただくことになりましたので、私もほんと、これで一安心となります。簡単ですが、皆様にご報告とさせていただきたいと思います。それでは。